アダチボン・足立本一アダチボン・イチから1934年12月28日は日本の外交官国際法学者アジア系として初の常設国際司法裁判所の所長となるが所長就任早々祖国の日本が満州事変を起こし国際連盟を脱退することになる所長3年の任期を終え1934年1月から 平イラハンジになったが、日本の国際連盟脱退問題の悩みから6月に、体調を崩し、8月に重い心臓病を発症。同年12月28日、オランダのアムステルダムにある病院で死去した。この時、オランダは、国葬の礼をもって、国際平和に尽力した、多大の功績と栄誉を称えた。 1968年より優れた国際法の研究業績を挙げた研究者に対し、足立の名前を冠した、足立本一郎記念賞が受賞されている。早村に、詩人の河津清江。足立本一郎ポーツマス条約時の足立妻の京子は、山形の氏族、高沢田救井沙さの長女で、女子高等師範学校出身、元高校具御用係。長女、 コの夫に、竹富敏彦、次女、万里の夫に、河津マスを、妹、君の子に、今井達夫がいる。メディアを再生するオランダ、ハーグにおける、足立本、一郎の埋葬。ありがとうございます。